これは単なる打ち合いじゃない。マップを知り、戦略を練る頭脳戦。敵の動きを正確に探る情報戦。裏の裏まで策を読み合う心理戦。全てが同時に行われる3分間。人間と人間のぶつかり合いだ。相手のミスにつけ込め。プレッシャーを味方につけろ。考えを止めるな。手を止めるな。予想外のプレーで観客を釘付けにしろ。勝負は最後の1秒までわからない。僕も PS4 からシージを始めて、そこから PC に移行したんですけど、攻撃と防衛に分かれた戦略というのがスポーツみたいでとても面白いです。オペレーターによって能力も違うので、それぞれメンバー構成でその都度作戦を変えたりして、戦略性の高いところも魅力だと思います。マップはオレゴン海岸線。得意なオペレーターは、僕は結構割色やります。火花だったりテルミだったり、たまにエースだったりで、誰か割色やってくれるんだったらアッシュとかゾフィアとか行きます。楽しく楽しくかな。攻撃側か防衛側かと言われると防衛側が得意です。まあパーティーでやってればどちらも楽しいんですけど、1人とか2人とかになるとなかなかその人数だけで攻めるっていうのが難しくなってくるので、防衛はアルーニを使います。世界チャンピオンが誕生すると思うととてもワクワクしますし、いろんなコンテンツがあふれる世界の中での e スポーツってこんなに熱いんだっていうことをより多くの方々に知ってもらいたいなとも思います。そして前回チャンピオンのサイクロプスも注目してます。一つ一つの動きに意味がある。たまに僕なんて意味のないような動きとかするんで、見ててすごく勉強になります。そしてみんな会話できてるので正確な報告がすごく勉強になります。この今回の CM でもあるんですけど、1対3とか4とか5とかになるとクラッチっていうのがあるんですけど、それこそ5人全員1人が倒したらそれはエースというものなんですけど、そういうのが見れるときはものすごく興奮します。あとは自分が普段使っているオペレーターを使っている選手の方とかをすごい見ちゃいます。2年ぐらい前にシージと出会いました。だいたい2000時間ぐらいです。ハマりました。僕はずっと仕事終わったらすぐ家帰ってヘッドホンつけて友達とやってたので、それが僕の楽しみな時期がありました。親友がやっていて、これ面白いよって、いや一緒にやらないっていうのがきっかけで、もう最初はものすごく PS4 だったのですごい大変なんですよ、難しくて。でそこから期間が空いてまたやろうかなってなったら、もうそこからもずっとハマっちゃって、それから本格的にやりたいと思って PC に移行しました。 PC がまたものすごい面白かったです。全く世界が変わっちゃうので PS4 と。エイムです。簡単なんですけど
その分倒されやすいし難易度が上がる気がします。やれたらいいですけどね、なかなか時間もないので。絶対にないと思います。ここの動きとここの動きはすごい活発ですけどね。何か e スポーツものの映画が来たら役立つと思います。はい、します。今はあまりやれてないんですけど、頻繁にやっていた頃はもう毎日何時間もディスコードつなげて電話のように話してましたね。もともと一緒にやろうって言った人数が映画の現場でその映画のキャストとかを巻き込んでやったので11人いて、その11人とやってます。新田真剣佑っていうゲームネームでやっている人と対戦したことあるんですよ。それをインスタのストーリーに載せました。それは面白かったですね。まあパーティーで5人、5対5なんで、こっちは5人いて、うちの誰かが新田真剣佑を倒すと真剣佑ダウンって言ってましたね。卒業おめでとうございます。こんな時期なのでなかなか外で友達と遊ぶこともなかなかできないですけど、こういう CG を通してオンラインで、卒業しても離れ離れになってしまうかもしれないですけど、オンラインでまた再会して毎日のように話し合える場があるので、ぜひ興味があったら e スポーツそして CG を始めてみてください。僕もやってるので、いつか対戦できたら、もし見つかったら、DM ください。お待ちしてます。番組をご覧の皆さん、ドコモの CM キャラクターを務めさせていただいています新田真剣佑です。3月13日、ドコモの e スポーツリーグ X モーメントでレインボーシックス CG リーグが開幕します。僕も大好きなゲームで、5対5のチーム戦がスポーツみたいで、戦略性も高くとても楽しくて、仲間といつもプレーしてます。プロチームの皆さん、戦い見れるの楽しみにしてます。僕がプロモーションに参加しているレインボーシックス CG リーグ、手に汗握る白熱の試合をぜひ皆さんもご覧ください。新田真剣佑でした。